皆様こんにちは。今日はリモートコラボです。ゲストで星の子チャンネルのホッシーが来てくれてます。星の子です。嬉しい、2回目のコラボありがとうございます。ありがとうございます。今日はなんかリモートならではかなと思って、はい、こうお互いのキッチンでなんかお料理していこうと思っています。イエイ。はい、なんかこう同じ食材を使ってなんかアレンジ料理が面白いかなと思って、うんうん、なんか今の時期これからそうめんが美味しい時期だし、そうです ね、結構今乾麺とかストックしてる方もいらっしゃると思うし、うんうん、あと茹で時間も短くて簡単なので、うん、確かにね、あのお昼ご飯にバッチリかなと思って、うん、我が家のそうめんアレンジっていう感じのテーマで、はいはい、お互いのキッチンでそれぞれお話ししながらゆったりと作っていきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。お願いします。キッチンの方に、はい、行きますか。移動したいと思います。はい、はい、じゃあキッチンへゴーゴーかわいいじゃあちょっとゆるく始めていきましょうか。そうですね、うん、ナミさんは何を作る予定ですか。私は買い物に行けなかったから、はい、家にあるもので考えたんだけど、はい、ネギがね欲しかったの。ネギ私ちょうどあって万能ネギが、ね、そういいね。そうネギがなくて代わりに今玉ねぎを切ろうとしてるんだけど、玉ねぎもなくって、いいですね、ないんですか。新玉しかなくて、でも良さそうじゃないですか。そうね、甘い感じになっちゃうかな。どうだろうな。私は、うん、鶏ネギ、なんだろうな、鶏ネギごまさっぱりそうめんにしましょう。題名は絶対美味しいよ、絶対美味しいじゃん。もう鶏っていう時点で出汁がさ、そうそうそう、ね、私は豚ミンチ、冷凍の豚ミンチがあったから、はい、それでなんか豆乳使ってなんか担々麺的な感じがいいかなと思って、はい、美味しそう。もう野菜切ってる音が聞こえる。あったかいやつですか。そうだね、スープはあったかいやつで、うん、はい、そうだね、麺は冷たくスープはあったかいって感じかな。いいですね。私も冷凍の鶏肉を茹でておきました。おで鶏出汁を取っておきました。あ、準備バッチリ。そう、話しながらすごい難しいし、欲しいとか目も見たいし、そうちょっと多めに食ってストックしとこう。やばい、ネギ切ってたら目が痛くなってきた、うん、なるよねなんか鼻で呼吸しないといいって言うけどどうなんだろう。難しい。それもさ、意識してるうちになんか手切っちゃいそうじゃない。そうなんですよねさ、手元しかさ画面映ってないかもしれないけど、星の顔も見えるからさ面白い。顔が見える。あ、目が痛い、どうしよう。でもなんかそうめんって結構気軽に、ね、できるからいいよね。家でそう、うん、あるもので作れるから。そうそう。今日ね、そうそうそう、うん、なんかまあご主人もね、うん、いるっていうことでお互い、そうちょっとこうお肉系とかの方がいいかなっていう感じだよね、ちょうどね。じゅんくん全然そうめん食べてくれないから。今日のは食べてくれるかな。そう、だから本当はもっとこう味の濃いものがいいのかなと思ったけど、こうウータンが食べれるものってなると。そんなに濃いものを作れないなと思って。確かに、うん、あ、目が痛いです。でも美味しいって言ってくれたら嬉しいもん。あんま食べないね、そうめんね。そう、なんか麺類食べない、ラーメンしか食べない。あ、そう、麺美味しいじゃん。そう、うどんも大好きだから私、ね、でもうどんレシピ多くない、欲しいんち。多いです、ね、そう、なんだかんだ食べてはくれるんですけど、うん、まあどっちかというとパンか米がいいかったなとか言われる、ね、そう言われちゃうから。お蕎麦も美味しいよね。お蕎麦も美味しい、ね、大好き。でもお蕎麦も全然食べない。あ、そう、全然食べるイメージない。そうめんだったらもう余計タンパクだよね、きっとね。そう、だからかも。よし、お、早
速焼いてますね。そう、これね、あのホッシーの方のチャンネルで紹介したあの、あ、そうだ、そう、これ使っていきます。どうしよう、私イヤホンつけてるから長さが、そうですね、大変ですね、大変ですね確かに。じゃあ私はアナログネギ、ネギ食べますか、子供。あ、食べるよ。あ、食べるんだ、いいな、結構何でも食べるから。そうなんだよ、いいな、なんか火通せば大丈夫なんですけど、うんうんうん、薬味系食べてくれなそうなので、あ、ちょっとキュウリ、大好きなキュウリ、そのさ、イケアのまな板、はい、私2つ目ももうダメになったの。あら、そう、そう、ダメになっちゃう、なんか割れてくる、割れてくるっていうか、まあ、そうですよね、そうそうそう、やってる？うん、乾燥しないように、あ、玉ねぎと横で、やばい、イヤホンが、イヤホン大変そうユウくんのノーワイヤー借りて、ノーワイヤーね、な、わかんない、ね、やばい、イヤホン届かない、はぁってな、嘘、なんてなった撮ってもいいですよ。あ、でもそしたら会話できないか、そう、会話できない、音が入っちゃう。じゃあこれは、こっちも横で小松菜、おお、小松菜を使うんですね。小松菜あったから、そう、いや、添えよう、添えるだけね、小松菜添えるだけ、いや、一緒にさ、お昼ご飯作って超楽しいねすごいこれ、ね、初めてやった、初めて、だってさ、毎日毎日さ作ってるからさ退屈じゃん確かに、ね、しかも朝昼晩って作るってことあんまりなかったから、そうそう、みんな家にいるからさ、うん、そうそうそう、うん、でも結構、うん、え、出前とかはしますか。あんまりしなそうなみさん、うん、あんまりしないけど、全然しちゃう。でもなんかもっと利用した方がいいのかなとは思ってる、なんか逆に、なんか、あ、そう、なんか結構今サービス、そういうサービスやってる飲食店とか多いから、うんうん、なんか普段お弁当屋さんやってないけど、うん、やってる飲食店も多いから、そこを結構使ってます。そうだよね、飲食店の経営とかも厳しそうだし、うん、もっと利用した方がいいのかなって逆に思ってる、うんうん、そうそうそう、なんかウーバーイーツとかでもさ、そういうね、うんうん、なんか、あ、やってますね、気軽にね、なんかあの、うん、個人経営のお店頼んだりとかさ、うん、なんかそうできればいいのかなと思ったりとかね、うん、ウーバーイーツこういう風になってからウーバーイーツは1回しか頼んでないかな、だから、あ、そうなんですね、私ウーバーイーツに頼んだことないから、あ、そうなんだ、そうそうそう、分かんなくて、なんかよし、したい、玉ねぎ取る。なんか私めっちゃ簡単すぎて大丈夫かな、これ。私も。じゃあここに。よいしょ。あ、ちちちちちち。ちょっとスープを作ります。スープ。今パパと。子供たちは何してるんですか？今ね、プールをね、膨らませてプール入ってる早いそうプールの先早い、そう、なんかさ、あの、蚊が出てきちゃうとさ、はい、蚊が出てきちゃうとプールちょっとめんどくさいからさ、ね、今ちょうど5月とか、ね、ゴールデンウィークとかそういう時期がさ、うん、結構いいんだよね、そうですね、うん、確かに確かに、そう、しかもなんか5月で結構もう今年は夏って言われてますよね。ね、暑いよ、本当に本当にこの2日3日ぐらいから暑いよね。3日前ぐらいから、ちょっと温暖化が進みすぎてるんじゃないか。ねえ、ちょっと暑すぎて。ジュンタとウータ何してんの？ジュンタとウータ違う部屋で遊んでます。なんか今、そう、ドリル。あ、なんかすごいドリルハマってて。めっちゃいいことだよね、お勉強。そう、ね、もう。なんか結構なんか iPad とか見せてたんですけど、うん、その今自粛とか、うん、幼稚園行けなくなる前とかは、うん、なんか iPad であの算数の
なんか数字の勉強のアプリとか、うん、ひらがなのアプリとかあるじゃないですか、うん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 、そういうの結構やらせてたんですけど、うん、やっぱそういうの持たせちゃうと、うん、もうなんかねずっとやってて目にも良くないし、ね、今ずっと家にいるから、ね、うん、そうだからもう iPad は壊れたっていうことになってます。あ、それがいいと思う、それがいいと思うっていうか、そうね、わかる、なんかね、見せたら楽かもしれないけど、でも心配っていうか気になるよね、うん、結局なんかこう心配になっちゃうから、うん、まあ、その間時間ができてこっちはすごい助かったりもするけど、うん、わかるわかる、うん、うちもまだ与えたことない、見せたことない、そういうの、あー、すごい、もうナビさんは本当に、いやいやいや、主婦の鏡って感じ、全然もう本当に超雑なあれしかしてないから今取り出しを入れて、うん、そうだね、軽く説明で聞けたらありがたいです。そう、ちょっと冷やしたいから今入れとこう。豚と玉ねぎ炒めて、はい、油を吸わせています。お、なんかレシピとかって自分にはないレシピだから、人のレシピを見るのって、うん、なんかナビさんのレシピとかもすごい参考になる、いつもね、参考になる、うん、私もなんかね、ああそういうの作るんだって、なんかリアルに楽しいよね。そう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 、なんか、はい、冷やして、ネットとかでももちろんレシピはいっぱいあるんだろうけど、こうなんか知ってる人がっていうかさ、はい、こうリアルに作ってるの見るの楽しいよね。そう、楽しい。あと、ママ友にレシピ聞いたりしてます。なるほどね。あ、でも私も友達に聞いちゃうかも、結構。あ、本当ですか。それ何に使うのとか。そう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 。ごま油を入れました。で、麺を塩、パルシステムの便利つゆがあるんですけど。何がある？あ、パルシステムの便利つゆ、そう、これすごいね、美味しいです。チェックしてみる、うん、何でも使える、結構量も多いし、どんぐらいだろうな、なんか分量とかって本当目分量だからどうしよう。そうなんだよね、なんか私もいつも目分量だけど、うん、いつも動画の時なんかちょっと言うようにはしてる。あ、本当ですか。ちょっとこれは味を見て。そうだね、ちょっとごま油入れすぎたかもしれない。鶏の油もあるからな。あと、そうだ、そろそろそうめん茹でなきゃな。あ、確かに忘れてた。でもうちの今のそうめん、30秒で出来上がるやつなんです。すごくない？そう、そうめん茹で上がるの早いけどさ、30秒はすごいね。そう、奈良の三輪そうめんっていうそうめんがあって、はいはいはい、奈良ね。そう、じゅんちゃん奈良で、うん、そうじゅんたんのお母さんがいつも奈良行くたびに大量にくれるから。へえ。そう、調子が悪いね、このティファールの取っ手が壊れやすくないですね。こんな、どうだろう、私は壊れたことなかった。本当だからティファールの、そう、ティファール、あ、そうめんはあるね。あ、ティファールの取っ手だけ買ったりするもん。あ、そうなんですね、壊れちゃって。別でか、あ、そうなんだ、うん、まあ、レモン汁でもいいかなと思ったけど、酢を使おう、うん、ちょっとだけ。どうしよう、一応測ろうかな。ごめんなさい、私目分量だ。私いつでも本当にでも目分量ですとかやっちゃってるから。いや、そうだよね、全然いいよ。でも味見分量に知れば難しいよね。そう、難しい。うん、いい感じかも。めんつゆ100と豆乳100で1対1にしてみようかな。おう、生姜入れると豆乳豆乳、よくナミさん家には絶対あるって感じ。そう、豆乳大好き、絶対ある。必ずありますよね。そうそうなの。ちょっとイヤホン外すね、冷蔵庫行く。はい、OK です。なんか新生姜があって、あー、大好きなんだけど。そう、この時期いいですよ ね、 いいよね。ちょっとこれを刻んで入れようかな、うん。私はニンニクね、あれば刻めば、ニンニクが、ニンニクあればね、初めに刻んで炒めるんですけど、今ニンニクないので、はい、
ニンニクを。ああいいですね。あそれもパルシステムですよね。あそう知ってる。そう私もそれ持ってる。買った。使いやすいね。すごい美味しい。なんか、うん、自然な味、あのパンチはないけど自然な味だよね、うん、そうそう 100% なんか、うん、もうね、うん、なんか余計なものを使ってないっていう感じの。そう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 、うん、ナミさんにはぴったりですね、そういう。いやいやいや、全然ね。私も全然使っちゃってるから。私も私もあの全部はやっぱり無理だよね。うん、難しいですよね。全部は無理。新生姜を入れて。これちょっと。大丈夫。味。あ、ウーさんがいるから別添えにすればよかったな。別添え用に。生姜切ってんだ。いいね、生姜切ってます。そう。いいですよね、こう薬味系、みょうがとか生姜とか大好き。あ、めっちゃ美味しい。うん、いいですね、うん。ちょっと濃いけど。よいしょ。でもなんかそうめんの水っ気で、ね、ちょっと味薄くなりそうだから。つけ麺的な感じだから濃いめがいいよね。よし、みょうそうめん茹でようかな。え、茹でました？もう。おそうめん今入れたんだけど、私5分かかるっぽい。あ、そうなんですね。うん、これさ、同時に出来上がるのかなっていうの謎だよね。確かに。どうだろう。私はあと30分パパッと茹でて水切りして、うんうん、氷でちょっと冷やして、もうあのお皿に入れれば完成って感じ？でも私もそうめんさえ茹でれば上がれば。あ、本当ですか。でもそうめんがね、ちょっと時間かかっちゃう。うん、確かに。よし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 。そうめん楽だな。え、そうめん楽だよね。楽。もうちょっと味濃くしよう、やっぱり。ちょっとチンゲン菜でフライパン使ってたから、そうめんのフライパン間違えちゃった。あれ、小松菜じゃなかったですか。小松菜、そうそうそう。そうそうそう、小松菜。このつまり、フライパン使ってたから、そうめんが氷を入れてガンガンに冷やしておこう。熱っ、予測してないな、星の方気になって見ちゃう。塩もみした。だって面白いじゃん、人のさ、リアルタイムでさ、人の料理見てて面白くない？うん、確かに、ね、初めてですこういうの、ねね、楽しい、ね、楽しい。そっちばっかり見てなんか私の料理大丈夫かな、全然なんかはかどってない。よいしょ。やる工程が少ないからなんかもう終わっちゃった。いや私も入れるだけか、先生だ、ごまペースト入れようと思ってたんだ。そう、いいですね、ごまペースト、これ、うん、これめっちゃ美味しい。え、何これね、普通のごまペースト、これ業務スーパーで買った普通のごまペーストなんだけど、この業務スーパーのじゃなくてもいいんだけど、はい、このごまペーストがすっごい美味しくて、なんだろう、あのお味噌汁に加えるだけで本当に美味しいの。ごまペーストって私使ったことない。そう、私も初めて。どういう風に使うんですか。なんか、ね、味噌汁にも入れて。そう、お味噌汁に入れたら本当に美味しいし、野菜いっぱい食べられるよ。そうなんだ。買いたい。今日はちょっと担々麺風ということでこちらに入れます。あ、そっかそっかそっか、いいですね。あ、そうか、そういう時にも使えるのか、うん、いいな。あとなんかごま和えとかにも使えるし、うん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 、あとね、ごまだからすごく体にもいいしさ、ドレッシング使える、作るにもいいですね。いい、欲しい、それ。沸騰したからもう麺入れます。あ、白ごまも入れちゃいます。いや、そうめん何束使えますか。あ、3人分。いわそうめんめっちゃ細いからな、こんな細いんですよ、糸みたいに。あ、美味しそうだね、細い方が美味しいよね。めっちゃ細くて、うちちょっと今日太いのだから3で、結構多めだから3なんだけど、あの4とか5とか全然食べれちゃうよね、スルッと食べれちゃう、うん、でこのみわそうめん、うん、あのあれなんですよ、ね、あの伸びない伸びないやつなんですよ。あ、すごい素晴らしい。そう、一気に入れた方がいいよな。じゃん、4束使おう。一応3でいいかな。3でいい気もするけどな。3でいいか、3にしよう。よし、
おあすごい綺麗、細くてそうめんが、うん、おタンタンタン、そうラー油があればねこれさらに良かったんだけど、ラー油あるんですよ、素晴らしい素晴らしい、引き出していくラー油使わなきゃいけなくて、ちょっと見た目が悪いんだけどこれすっごい美味しい、結構がっつり系だからさ、ラーメン好きだったら好きかもしれない、うん、ジュンタン、あ、じゃあ今度それちょっと参考にして作ります、作ってほしい、うん、あ、めっちゃ美味しいって自分でそういいですね、簡単で美味しくできるなら、ね、うん、氷でラーメンこのシファールの取っ手が取っ手がそう、こういうのもあって買い替えたかったんだよね、なるほどなるほど、わー美味しそう、そうめん久しぶりだねー、そうめん美味しいよね、うん、やっぱ女性が好きな人多いんじゃない、あっさりね、さっぱりしてて、ね、うん、そうめんとかなんか主婦の味方じゃない、いや確かに、ね、安いし、安いしね、うん、で、あの日持ちするのがすごいありがたいよね、あ、確かに、うん、茹で時間も短いし、ね、あっという間だし、あとそうめん何でもやっぱりね、もう、うん、何でもえ、この後あの家族で食べるんですよね、うん、食べる食べる食べるよね食べます食べます、うん、多分お腹空いてると思う、あと何食べたの、朝はパンと、うん、いちごとバナナと、うん、あとウタンをなんかゼリー食べてました、あ、そうなんだなんかプロテインみたいなイメージも あ、私はプロテイン飲んでます、あ、そうなんだ、麺を入れ、どうしよう、麺、麺おしゃれに飾りたかったけどちょっと無理なんだけど、なんかもう麺なんかいろいろなんかわたわたしすぎて、うん、それどころじゃない、もう、ね、もうこのまま入れる、あ、もうこのまま、私もなんか一個一個綺麗にくるっとしようかなと思ってたんだけどちょっと無理だな、そうそうそう、ちょっと無理だな息子さんすごいモリモリ食べてくれますもんね、そう、すごい食べるのに、うん、みんな食べるからさ、家族が、うん、ナミさんも結構食べる、私食べる、うん、え、欲しいって食べる、太んないのが羨ましい、欲しいあんま食べない、いや食べるとき食べるんですけど食べないときが全く食べない、だってさ食べるの楽しいじゃん、いや食べるの楽しいんですよそう楽しいって思うときもあるし、うん、なんかいらないな、食べなくてもいいなって思っちゃうときもあるし、あ、なんかもう作るだけで満足しちゃうときがあって、あ、なるほどね、そうそうそう、なんかおかずちょっとつまむだけとか、うん、全然あります、別にお酒飲むわけじゃないから、あ、そうあれなんだけど、ジュンタンは結構食べる、アジャンタンはすっごいすっごい食べます、あ、そうなんだ、最近はすごい食べます、なんかすごい気使ってるイメージがあるジュンタンって、あ、でも食べるものは気を使ってるかも、うん、え、やばい、もう本当にティファールちゃんこれだ、ティファールちゃんついについについにあ、もうできたんじゃないですか、ナミさん、あ、そうなんだけどさ、ほんと見た目やばいんだけど見た目より味ですからね、うん、で、あとはスープ入れるだけ、なんか本当はさ、もうちょっとさ、そうめんをきれいに盛ろうと思ってたからさ、あ、はいはいはい、なんかそうめんをもうちょいきれいに盛れば、うん、おしゃれになるかなと思ってたけど、うん美味しそう、香りがいい、もう小松菜ドーンと置いてみたあ、本当だ、いいいいいいですね、ちょっとやばい、ネギもポロポロ、のりとか、あ、あ、うちものり入れようのりどうだろう、刻みのりですか、え、刻みのり違うの、刻みのりもなくてまさかの韓国のりまさかのノリブレーキ、刻みのりあったあ、素晴らしい、もう素晴らしい、白ごまも入れよう、もう今足りないもんだらけだからさ、買い出し控えててさ、そうですよね、
これさ、味が伝わらないと見た目はちょっとあれよ味は結構美味しいからいや味がいい、うん、味が良ければね、うん、でも動画ではねなかなか味は伝えられないからさそう、だからなんかちょっとこのそうめんを可愛く盛ろうと思ってたのに可愛く盛れなかった、うん、あいい感じ、うん、できたできたよ、オッケーオッケーオッケー、 オッケー、じゃじゃん、美味しそうどうですか、あ美味しそう、涼しくていい、夏っぽくて超いい、いいちょっと涼しい感じ、絶対美味しいじゃん、それだったらちょっとごま油の風味と、ね、で、お好みで、あれですね、ラー油ですね、うん、お好みラー油素晴らしい、はい、私もラー油欲しかったちょっと揚げたいんですけど、うん、このまま、いや本当だよね、なんかもうそばにいる感じだ、そうそうそう、なんかそばにいる感覚だからなんかもらえそうな気がするドラえもんとかいないと思うあ、なんかラー油かけたら赤みが出て色鮮やかになりました、あ、いいね、すごい美味しそう、冷たくて、イエーイ、できましたので味見します、はい、できましたので味見します、美味しそう、いただきます、はい、うん、美味しい、うん美味しい、うん、美味しそうだもん、取り出しでさっぱり、ラー油最高ですラー油欲しかった、ラー油最高、うん、さっぱりしてて美味しい、ナミさんのは、うん、あ私のは、うん、逆にドロッとしてます、こう濃厚、濃厚な感じ、美味しそう、絡みますね、じゃあいただきます、うん、そう、絡む感じです、おー音がいい、美味しいですか、美味しい、自分で言うの変だけどさ、めっちゃ美味しい、そうそうなんですよ、けど美味しいものは美味しいんですよ、うん、美味しいものは美味しいの、ほんと、え、なんかだから全然なんかね、うん、真似してもらっても大丈夫なレシピだよね、うん、そのなんか器、ね、器がいいですね、器、うん、そのつけ麺皿と、うん、あそのそうめんのせてるお皿と、こっちね、うん、これね、ふるさと納税でゲットしたやつで、そうなんだなんかおしゃれな器がすごいいっぱいあるから、ナミさん、いや全然全然、なんだろう、人ん家のお皿ってさ、うん、なんかおしゃれに見えるっていうか、いいなって思うよね、だって違う、でもナミさん家行った時になってなんか飲むもの、うん、飲むものに対していろいろコップ変わったりとかしてたじゃないですか、うんうん、え、何種類持ってんのぐらい、紅茶だったらこのコップがいいとか、煎茶だったらこれがいいとか、うん、もうめっちゃ何種類持ってきたから、いや全然、でもね、もう断捨離してしちゃってね、結構絞ったよ、え、本当ですか、そうそうそう、本当本当、もうおしゃれ、おしゃれだから、いや全然全然、いや美味しいんですけど、もっと食べたい、ね、美味しいね、え、食べようとか言って、食べちゃおう、ね、なんかさ、結構食べてるところ好きって言われない、うん、なんかあの映像、食べてる映像、なんか、いや私ね、もうトラウマでしかなくて、結構なんか食べてるところの自分の顔初めてその YouTube で見て、その時すっごいトラウマになっちゃって、なんか ロバみたいみたいなでもそれ私もみんなじゃない、え、そうですかね、なんか初めて見た、私こんな、私何年間、こんな何十年間も生きてきてこんな食べ方してたんだ、恥ずかしいと思ってでも見ないもんね、そう、自分が食べてる姿なんてさ、すごいトラウマですね、ゆっくり家族と食べますか、はい、はい、美味しかったですね、美味しかったです、はい、ぜひ私も欲しいの作ってみたいと思います、私もナミさんの作ります、はい、はい、じゃあさっきの部屋に戻ります、はい、ね、はい、はい、さよなら、はい、じゃあ、はい、さよならいかがでしたでしょうか、はい、はい、星の方のチャンネルでも主婦必見便利なキッチングッズ、はい、5点をそれぞれご紹介しています、はい、でもとっても参考になったし楽しかったので、うん、ぜひそちらの動画も概要欄に貼っとくので見てみてください、はい、はい、お願いします、はい最後、うん、今日のリップ紹介いつもしてるんですけど、あ、リップ目の前にある、あ、よかった、うん、さあ、じゃあ私から、うん、はい、あ、どうしよう、また同じリップだ、今日の私のリップは、はい、カバーマークのブライトアップリュージュ11番です、うん、お、
はい、いい色、私はラシャスリップの336番です。グロス、あ、グロスそんなしっかりつくんだ。そう、これめちゃくちゃこってり色つくから。あ、そうなんだ。すごいいいなと思って。うん、多分あの喋ってると緊張して乾いちゃうから潤わしとかないとと思って。壁にもつくし気になってきた。壁にそう気になっちゃうから、うん、一人だったらね壁に取れるから取れるけどね、あのコラボだとなんか我慢できないもんね。そうそうそう、これにしました。うん、はい、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございます。また、はい、次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、あ、間違えた。これ丁寧です。